はるかです。アナです。みくです。今日は新ママ3人でですね、ドライブがてらにいろいろトークをしていきたいなと思います。イエイイエイ。では代官山にレッツゴーします。イエイ。なんで離婚したかとか聞きたいです。でも結構円満じゃなかったかも。あ、競技離婚。あ、うん、したんだけど、理由って言われると積もった自立もですね。自立もなんだけど、前の旦那さんが5つか上で、あ、結構年上だったから、そうなんですね。価値観の違いというか、うん、20歳とかだったから幼くて、今旦那さんのような人の性格のタイプと出会ったら合わないなって察知できるけど、その時は若いから察知できなくて、何がっていうのはないけど、うん、性格が合わなかったのかな。スイッチ、みんなこれなんか逃げてるようやけど、人と人なんで、うん、やっぱりそういう感じじゃない。はい、何が理由で。私は、うん、なんか性格とかは、うん、友達としてはめっちゃ楽しい、楽しく仲良くできたし、子供ができてからのお父さんの責任感っていうのがちょっと ないっていうか、ポケモンカードにハマってしまって、なんかさ、離婚理由聞くときに、はい、ポケモンカードゲームと か、 なんかそういうの言う人めっちゃ多い。趣味にハマる。そうなんですよ。なんか子供がちっちゃいから触ったりするじゃないですか、こうちょっと手出したりとかしたときに、こう結構顔優先する、触んないでみたいな。あ、今遊ぶ、なんか仕事なら分かるけど、遊びでなんかその子供を制するのはちょっとよく分かんないなって思っちゃって、それが 100% の生活みたいな感じになっちゃって、うん、デートとかもトレーディングカードショップみたいな興味ないから、ちょっと疲れちゃう。はるかちゃんは相手の不満の積み重ねみたいな、これっていう決定的なこと、受け入れる範囲が超えちゃったから、やっぱりちょっともうしんどくなっちゃったっていうのはありましたね。でも知らないことが多すぎたのはあります、結婚する前に。したかも。した、うん、親にした。友達はあんまり結婚してる人がいなくて、身近に共感っていうか、人生の先輩もいないから、やっぱ親が一番だった。一人になった瞬間、新しい家にも引っ越したんで、そのタイミングでパーって感じだっためっちゃスッキリしたかも。うん、確かに、なんか悲しいとかそういう感じは全くなかった。うん、今なんか離婚してどれぐらい。私は2、3年ぐらい。あ、それぐらいかも。うん、私も2年くらいかな。でもなんかめっちゃたまに捨てれてない写真とか出てきた時、自分の選択は合ってたのかみたいな。それ思った。まあ、まあ、当初思った。その当初はちょっと考えたりもしました。で、ちょっと泣くみたいな。はるかちゃんは実家。実家です。今実家じゃあ結構お母さん助けてくれる。そうです、うん、あ、めっちゃいい。めっちゃいい。それ周りの環境も本当に良かった。友達もなんか離婚に踏み切れるのもお母さんが支えてくれるとか、それがあったからまあ踏み切れたのかなって思って。うん、環境も結構大事な気がする。ね、買ってきました。ではお願いします。戻ります。お願いします。はい。私はもう普通にもう紙で終わったんで、話し合い、競技か。どうやって話進めたのって思う。すごい、本当に離婚しよっかすごいそんな感じで。そう、話し合っての離婚を経験してないから、間挟まずにどうやってそんな、まあ、なんかお金の話とかさ、面会する頻度とか、どうやって決めたんと思って。私は、本当に多分決めてないです。離婚し書く時のその時の会話では、なんか親権はどっちが取るとか、養育費はじゃあ払ってねとかは口では言ってたけど、離婚届も私が出したから、めちゃめちゃ離婚、離婚することだけ決めてみたいな。そうです、そうです。もう他は全部何も決めてなかった。なんか面会とかはじゃあ、あなちゃん
これはしてない、一回もしてないです。はるかちゃんしてるって言ってたっけ。月1みたいな感じではなくなっちゃったんですけど、でも、うん、ほんとたまに。最初月1だったんだけど。でも最初は割と頻繁でした。そうなんや、うん、だからこそ、うん、こう会ってなかった最初1歳ちょっとの時に面会して、もう4歳近くなんだけど子供が、でもう一回面会したけど、この年齢的に今から毎月会ってくれるならいいけど、うん、急に会われなくなったらって思って、そうそうそう、なんで会わなくなるんですかね。再婚とか、向こうが再婚したいとか。あ、会う時さ、はるかちゃんさ、3人で会ってる、子供だけですのみです。そうなんだ。生活費の確保ですか。確保、あ、確保。本業がアーティスト活動、副業っていうか、まあそれもちゃんとしてるんですけど、振付師のお仕事を、すごい、あんまりちゃんと分かってなかったから。副業の方が、あの収入的にはメインです。ね、はるかちゃんは昼間山梨の方でお仕事をしてて、うん、ちょうど仕事変えるんですけど、そうなんです。前までは普通にジムやってて、みくちゃんはあれ何で確保してますか。インフルエンサーとしてインスタとか、友達がそのライブ配信とか事務所みたいなとかしてて、うん、そういうのを手伝ってて、あー、なるほど。もともとライブ配信してたから、うん、ね、アドバイスしてあげるというか、うん、そういうのに対してこういう風にした方がいいよとか話したり、最近はそんな感じ。彼氏います。あ、いそうね。今のね、なんか感じが。付き合って長い？1年半とかずっと一緒にいます。結構長い。いいな。みきちゃんはどうですか？どうですか？デートとかは行ったりとか。デートっていうの、ご飯とかは行ったりします。めっちゃ気になるんですけど、子供、うん、との接し方を見たいなと私は思って。最近思うのが、子供との接し方を見てしまう、なんか見たいっていう気持ちもあるけど、うん、その人が本当にいい人なのか分からないんや、うん、だからそれをまず見極めてから子供と合わせてより仲良くなってもらう方が、子供の中の記憶ができちゃうかなと思って、 それをめっちゃ考えて接するようにした。あ、新ママの恋愛って難しい、うん、ということで戻ってきました。ただいま、ただいま。たくさんドライブしながらお話ができました。楽しかった、楽しかった。というわけで、この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。